はい、皆さんこんにちは。ワンデルグリフィッシュです。では今回は三国志14ですね。ヤンデ・イゼルローンに引き込まる、続きをやっていきたいと思います。イゼルローンといってもですね、実際中身は勝敗であり、可否でありというところなんですけども、現在その勝敗、可否ともに敵軍に攻められているという状況です。まず袁紹亡き後の袁譚、これがですね、兵1万で勝敗に迫っているという状況。可否にも北海から兵1万が迫っているという状況なので、まずこれのね、撃退をしっかり要塞でやっていきたいと思います。要塞手法、投石台がまだないので、仮の手法である張飛と関羽の一騎打ち、これをね、打って出るにもちょっとまだ兵力がね、少なくて、打って出ると逆に都市が陥落するリスクが出てくるので、まずこのままね、敵軍を立てこもって減らしていくというところからやっていきたいと思います。ではまず時間を進めていきましょう。その前に決済ちょっと見とく。有効なものがあれば敵の混乱30%、30%、2つ。いやー、これハマってくれないときついなー。これが2つともハマってくれれば、でかいけど。失敗。よし。まあ、ただ、こっちの方は兵が1000ぐらいしかいなかったよね。1100だよね。1100だと知れてるよな。まあ、何もないよりはマシという感じかな。まあ、とにかくね、今、袁紹であり、袁譚であり、さらには曹操、孫権、この三大勢力から攻められてるっていう状態なんで、なんとかね、ここを切り抜けたいなというふうに思っています。で、金がないような金。金がない。いくらなんでも金がなさすぎる。ここは出陣して金を渡そう。大家の陣が使える人で、足早く、速攻で戻ってきてもらう。趙雲を出すのか。ただ、趙雲を出してでも、金を送り届けたい。金を送り届けましょう。いや、待ってね。金を送り届けるだけだったら誰でもいいのか。兵糧は残す。兵も残す。問題は金だ。急いで、金を。いやー、そうか。土塁で城壁代わりに使ってましたけど、これがあれば、ある、だっけ、味方もちょっと迂回しなきゃいけないっていうのは若干遠回りですね。まあでもしょうがない。ここは輸送してすぐ戻ってこい。では参ります。金がないとね、作戦が練られませんからね。では時間を進めていきます。はい、そしたらですね、牧羊から攻めてきていた淳于傾を撃破したので、この次なんですけども、次ね、北海から攻めてきている部隊、これがね、1万で孫霊が来ているので、この孫霊の撃破を行っていかなきゃいけないというのと、あとですね、南からは太子寺が1万3000。さらに、曹操軍5800、これは、加工屯ですね、がやってきているという状況で、本当にね、袁紹、曹操、孫権と、変わる変わるに攻められているっていうね、非常に厳しい状況ですね。ただ、ここは勝敗から軍を出しましょう。出す軍は、まあ、関羽と張飛。それぞれ2500、2000ずつ引き入らせていきます。で、一旦占領、いや、占領の必要はないか。占領ではなく、迂回、中継だな。中継して、曹操軍を迎え撃ちましょう。この、弓矢倉のところで迎え撃つ。太子寺をどうするかだなぁとはね。で、孫霊の方は、まあ、可否の軍勢5000で持ちこたえてもらいたいと思います。お金がないので。いや、金はある。金は手に入ったはずだ。敵の士気低下か、足止め。加工屯の足止め。士気低下。孫霊隊の士気低下ぐらいかな。加工屯はこのまま、張飛と関羽で迎え撃ちましょう。上々です。
太子寺の動きが謎の動きに変わってるな。一旦太子寺は撤退してくれるのであればありがたい。ちょっと太子寺の部隊情報を確認しましょう。太子寺は勝敗、未だ勝敗か。曹操と孫権、曹操と袁紹、この辺りがぶつかってくれるといいんですけどね。ラインハルトは古老館に来ましたね。で、お、これはいいぞ。右近隊、これがこのまま行けば樹春を目指しますね。その兵の数約2万。これであれば太子寺は撤退するだろう。であれば、花崗屯の攻略をして一気に可否の救援に向かいましょうか。それで行く。破壊工作、足止め、混乱がある。混乱する。孫霊を混乱させることができれば、趙軍を繰り出して一気に壊滅させる。だ、失敗か。しょうがないね。では、時間を進めます。さあ、ここで要塞砲、トゥールハンマーに勝るとも劣らない張飛の一騎打ち発動なので、これちょっと見ましょう。太子寺対張飛。ここはね、張飛への一騎打ちで太子寺隊をむしろ打ち取ってもらいたい。さすがよ、張飛。ちょっと押されてるが大丈夫か。よし、ちょっとね、前半いい感じで進んだ割に後半失速しましたが、それでも太子寺の士気を大幅に下げて、さらに張飛の武力が上がった。ここで関羽も合流して撃破できるな。これで太子自体は問題ないですね。奪われた土地の回復に努めましょう。ではまた時間を進めていきます。さて、加工塔をどうするかだな。まず、豊を試みて、豊がダメだった場合は死んでもらおう。花崗屯がいなくなれば、それだけ敵の強力な武将が一人減るということになりますからね。まずは豊、ダメなら処刑だ。さあ、花崗屯、どうする？ザレ事というか。では、死んでもらおう。恥はさらさぬ。
はい、そしたらですね、厳しい戦いが続いていてですね、ちょっと今回は兵糧がピンチになってきてます。可否の守りができるかどうかがちょっと微妙な状況になっているので、考えものだな。どうしようかな。さらに円丹軍がやってくる。ちょっと確認します。勝敗に来る。いやもうなんなのこのさ、曹操、円丹、孫権、超巨大三大勢力から代わる代わる攻められてるとね、厳しいよね。兵糧だね。兵糧があれば持ちこたえられる。あとは可否がどうなるかですね。関羽もちょっと敵に囲まれて混乱してる状態だし、可否の兵力が1400しかないので、いやー、勝敗に立てこもるにしても、兵糧、お金、収入が半減するので、ちょっと厳しくなりそうですが、まあ、とりあえずね、今回その三大勢力からの攻勢、今のところしのぎきってるので、ちょっとね、なんとか可否を守りきる、三段をつけていきたいなというふうに思っています。ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。